東日本大震災東日本大震災に対する日本国外の対応東北地方太平洋沖地震に対して支援を表明した国の地図東日本大震災に対する日本国外の対応では東北地方太平洋沖地震に対する日本国外の対応について記述する東日本大震災で大きな被害を受けた日本に対し2011年5月2日の時点で 国連に加盟する191カ国の国及びいくつかの国や地域、約43の国際機関等からの支援の申し入れや見舞いの言葉があった。参議院では4月15日に東日本大震災に対する国際的支援に感謝する決議が全会一致で可決された。菅直人内閣総理大臣は2011年3月22日の時点で 670以上の NGO 等からの支援の申し入れや見舞いの言葉があったことを首相官邸のホームページで明らかにした。詳細は東日本大震災に対するアジア諸国の対応を参照詳細は東日本大震災に対するヨーロッパ諸国の対応を参照詳細は東日本大震災に対する北アメリカの対応を参照以下に 主な政治的海外要人の被災地訪問を示す。訪問地は、被災地の視察目的に訪れた都市のこと。海外要人の視察が多い訪問地は、である。自国のレスキュー隊が展開した都市への訪問も見られる。一方、岩手県内の被災地視察は、圧倒的に少ない。なお、宮城県内被災地を視察する場合、仙台市にいる宮城県知事等を表敬訪問したり、 交通結節である仙台駅を経由したりすることが多いため仙台近郊の被災地視察ではまとめて仙台訪問と報道される場合もあった経済的海外要人の被災地訪問としては2011年11月7日に宮城県仙台市東松島市石巻市を訪れたデイビッドロックフェラージュニア夫妻同年11月21日に 福島県いわき市のタンガロイ新工場を訪れたウォーレンバフェットなどの例がある。セブンイレブンは国内外で店頭募金を募っていたが、このうち海外店舗11カ国からの募金は下記の通りとなっている。合計25,387店舗約4億2,551万円。フェラーリ150度イタリアをカるフェリペマッサのマシンの フロントウィング指示部に書かれた日の丸とメッセージ3月11日に日本で発生した東北地方太平洋沖地震の被災者を応援するために出走するすべてのチームのマシンやドライバーのヘルメットなどに被災者に向けたメッセージや日の丸が描かれた。また、これらのドライバーやチームの多くがビデオメッセージなどで被災者を応援するメッセージを送った。これらのメッセージは通常は 広告枠として販売されている場所に記され、それらを広告費に換算すると数億円になると言われている。例として、スクーデリア・フェラーリはフロントウィング指示板部分にフェラーリジャパンの日本人社員により急遽作られた日本国旗と頑張れ、日本というメッセージを記して予選、決勝を通して走行させたほか、アロンソとマッサの両ドライバーがウェブサイトを通じて 被災者を激励するメッセージを送った。なおこれは史上初めてフェラーリの F1 マシンに書かれた日本国旗となった。またバージンレーシングのリザーブドライバーの山本佐コは全チームとドライバーによる被災者に向けたメッセージの翻訳と取りまとめを行ったほか FI84 の協力の元レース前に全ドライバーと関係者が黙祷を行うなど 関係者が一致団結して被災者を支援するメッセージを送った。ありがとうございます。